神男が直井殿に入る際の名場面集です。まずは2018年、最後神男がぐるりと一回転しながら引き寄せられる瞬間をご覧いただきます。変わって2011年、カメラが直井殿の中から至近距離で神男を捉える数少ない映像です。迫力満点、これぞ天下の奇祭。神社が大きく盛り上がっております。拍手喝采です。次は2005年、注目は引き上げる直前にパンチが何度も飛ぶ祭りの激しさが伝わってくる映像です。2020年はとにかく最後の瞬間までエネルギッシュな神男でした。見る者を圧倒する、これぞ天下の奇祭、神宮裸祭り。最後に去年2023年、コロナ禍で3年ぶりに行われたもみ合い、神男にも特別な思いが。最後の瞬間を迎え込み上げてくるものがありました。